感じで。横丸さん、準備の方はどうですか？あ、もうちょっとだけ待ってもらっていいですか？はい。まあね、あ、はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、はい、カウントしますね。はい。はい、では収録開始していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。猫丸のグッドナイトスリープ。はい、時刻は0時半を回りました。グッドナイトスリープの時間です。MC は男の子系 VTuber の猫丸と紹介してもらっていいですか？すいません。FM ギノワン、まだできない男、キャプテン中松です。はい、キャプテン中松さん、今回から担当していただくことになりました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。この番組は、埼玉の私の自宅より7時まで放送してます。あと、今、FM ギノワンさんが改装中、改装工事中。はい。そうで絶賛お忙し中だそうで、その2つのところからお送りします。皆さん最後までお付き合いください。この番組は男の子系 VTuber の猫丸が男の子の秘密についてお話ししていったり歌を歌ったりする番組です。この番組ではメッセージを募集しています。猫丸男の子で猫丸の Twitter アカウントを検索していただき、リプライや DM でぜひ送ってみてください。また番組は同時に YouTube で生配信しております。猫丸の Twitter アカウントの放送開始のツイートから閲覧してコメントでご参加いただけたら幸いです。また番組はリスラジというアプリで全国どこでも無料で視聴していただけます。ぜひご活用ください。それではここで一曲お届けいたします。なんか、ラブトゥーミーっていうの、音源、なんか、せますかね？あ、はい、流せます。流せますか？じゃあ、お願いします。コナミさんのラブトゥーミーです。ラブトゥーミーです。聞いてください。はい、ありがとうございました。ちなみに、ビートマニアとかってわかりますか？ビートマニア、あ、ゲームセンターにあったやつですかね。あ、そうです、そうです。はい。昔少しやってました。あ、やってましたか？はい。お、どのぐらいやってました？なんかレベルみたいのがあって。はい。1。もっと最初の方、レベル1とか2ぐらいまでしかできなかったです。ああ、なるほど、はい。難しかったです。はいはいはい。今流した曲、ビートマニアの曲で、多分レベルが、その時5段階だったと思うんですけど。そうですね、はい。一番上の5の曲のうちの一つです。そうだったんですね。はい。じゃあ、コーナー行っちゃっていいですかね。お願いします。お願いします。はーい。男の子の秘密、教えます。はい。
今週の、男の子の秘密を教えますのコーナーですが、じゃあ今回は、せっかく初めて担当していただくことになったので、男の子についてどれくらい知ってるか、ちょっと聞いてみたいなって思ってるんですけど、どうでしょうか？そうです。男の子について。男の子って何だかわかりますか？はい、自分の認識では、はい。女装が好きな男性の方。はい。はいはいはい。はい。だいたい合ってます。はい。男の子は会ったことありますか？はい。猫村さんが初めてです。ああ、本当ですか、はい。なるほどですね。じゃあ、男の子はアニメとかでも見たことないですかね？アニメ。多分見たことあるんですけど、はい、キャラはちょっと覚えてないですね、はい、キャラ名は。ああ、なるほどですね。はい、そうですか。なんか、一応私は女性ホルモン打ってたことがあって、ちょっとだけなんか胸が B か C ぐらい出てるんですけど、体はいじってないみたいな感じで、なんか、なんだろう、弾取ったりとかそういうのはしてないんですけど、はい、生々しいですね。すいません、なんか、そう、そんな感じの、まあ、いろいろな形態があります。うん、そうですね。あんまりあれですか、なんか、そういう LGBT とかの方と、なんていうんですかね、なんか触れ合う機会とかはあんまりない感じですかね。そうですね。まあ、うん、自分の、でも、いとこが、女の子だけど、はい、逆場所、はい、バージョンですかね。女の子なんだけど、あー、なるほど。男性の格好をしている。はい、はい、はい。男装みたいな感じですかね。はい、の人は、親戚にいます。あー、なんか、女の子が男装すると結構なんか、ジャニーズ系っぽくなること多くないですかね、なんか。でも自分のとこはなんか、はい、結構タトゥーとか入ってて、結構、すごいいかつい感じがしますから。すごい、タトゥー入ってなるほど。結構がっつり、じゃあ、結構、なんだろう、なんか強そうな男性みたいな感じの。そうなんですね。へえ、見てみたい。そっか、なんか、あれですね。じゃあ、一応、いとこの方？はい。うん、なるほど。そうですか。その男の子とか、ニューハーフとかって、どんな印象ですかね？そうですね。猫丸さんが初めてなんで、また、猫丸さんしか、はい、わかんないんですけど、すいません。はい、はい。世の中にいろんな人がいるんだな、ということを思いました、はいはい、自分の中で。なんか正直、ちょっと、なんだろう、気持ち悪いなとか思う人も中にはいると思うんですけど、はい。そういうのはあんまりない。全然、はい、抵抗はないです。全然。ああ、なるほどですね。そうなんですね。やっぱキャプテンは、友達で結構、許容するんですね。はい。なるほどですね。器が大きい方っていうことで。そうですね。あんまり敵は作りたくない方なんで。絵は主義者。なるほどですね。その、あれですか、なんか、最近、あれですか、FM 技能案に入ったんですか？そうです。先月ですかね、はい。うん、うん、うん。先月。でも、週一なので、本当にまだ、はい、片手で数えられるくらいしかまだ出勤してないです。ああ、はい、はい、はい。それは、あれですか、なんか、その、山内さんと、その、フットサルのチームでの、なんか、つながりでみたいな感じなんですか？そうですね、山内さんが、毎週金曜日だけ、バイトでやってくれる人を探していて、うん、自分も軽い気持ちで、ああ、やってみたいですって、山下に言ったら。ああ、なるほど。今こんな感じになってしまいました。ああ、そうなんですね。はい、なるほど。そっか。なんかフットサルしてるとこ見てみたいです。はい、全然山下さん動きます。あ、そうなんですか。はい、体力もあって、全然すごいですよ。キャプテンは、やっぱりなんか、サマーソルトキックをするんですか？いやいやいや、そんなことしたら、1年ぐらい動けなくなる。あ、本当ですか？
え、なんかフットサルって言ったら、なんかサマーソルトのイメージがあるんですけど、そんなするもんじゃないですか。そんなアクロバティックな技はまだできないです。ああ、そうなんですね。なるほど。え、なんかポジションとかってどこですか？自分もともとサッカーとかあんまり部活やってなかったんで、ポジションとかよくわからないんですけど、うんうん、基本はもう、はい、全員が守ったり攻めたり、フリーな感じです、はい。あ、なるほどですね。はい、決めてないって感じ。そうですね。あ、でもゴールキーパーだけは多分いますよね。そうです。でも自分のチームはあのゴールがちょっと折りたたみの小さいやつなんで、はい。ゴールキーパーなしでやってます。あ、ゴールの大きさがフットサルのルールによって違うんですか？そういうところだけではないんですけど、でもあの、はい、小さいゴールなんで、あの、ゴールキーパーつけてしまうと点が入らなくなってしまうんで。あ、なるほど。はい。あ、ローカルルール、ローカルルールですね。はい、なるほどですね。はい、そうなんですね。わ、はい、かりました。そっかそっか。じゃあなんか、そうですね。なんかせっかく、なんか、男の子の秘密教えますのコーナーもあるから、なんか、ちょっと VTuber ばっかりで最近ちょっと顔出しサボってたんですけど、はい、ちょっと次回ぐらい、ちゃんと顔出しして、なんか、顔をちゃんと、お披露目しようかな。楽しみです。はい。ちょっとその時にまた感想をいただけたら、はい。わかりました。頑張ってお目かし出て、して出てきます、来週は。楽しみにしてます。そうですね。あとは、じゃあ、そうですね。なんか私、ちょっと男の子の秘密を教えますとはちょっと話ずれちゃってくるかもしれないですけど、はい、あの、私あの、障害年金をもらってまして、あの、双極性障害と不眠症を持ってるんですけど、はい、でなんか、その、もともともらってる、なんか最初の初診日を変えようとする申請をしてまして、はい、なんか、あの、初診日の日が、国民年金だったんですよね。で、あの、初診日の日が厚生年金だともらえる額が、なんか、多分 1.8 倍ぐらいになるんですよね。で、それを、その私なんか、最初に行った病院が2回しか行ってなくて、で、その後5年間ぐらい通院してなくって、服薬もしてなくって、で、また再発して行ったんですよね。で、今その、最初の、本当に最初に行った方を初診日で出してるんですけど、5年後に行った方に変えてもらおうとしてて、なんかそこは、そっちの時は会社行ってて厚生年金だったんですよね。で、なんか、そこの、なんていうんですかね、あの、間は、寛解って言うんですけど、一時的に病気は治ってましたよね、みたいな、のを、あの、まあ、なんだっけな、社会的治癒っていうなんか考え方があるらしくて、それをなんか認めてもらおうってなんか、あの、一応申請したんですけど、一回却下されまして、で、なんか、それをまたなんか、不服申請みたいなのができるので、それを社労士さんと一緒にやってて、あの、なんか友達とかにも、あの、なんか、その間は、あの、完全になんか、服薬もしてなかったし、なんか治ってましたみたいな、そういう文章を、あの、書いてもらったんですけど、三人に書いてもらって、あと、お医者さんにも、今の主治医の方にも、あの、その間は寛解してたと思われますみたいな、そういう、あの、意見書みたいな書いてもらって、で、また、あの、再申請して、で、この、結果待ちみたいな、多分2週間前ぐらいかなに、あの、出して、その結果待ちなんですけど、それがね、ちょっと今、通るかどうか超不安な、あの、多分3ヶ月ぐらいはかかると思うんですけど、なんか、不眠症とかそういう双極性障害とかの人って周りにいたりしますか？いやー、初めて、不眠症をよく聞くんですけど、うん、はい、小食性障害ですか？双極性障害です。小極性障害。双極性。初めて聞きました、それは。あ、うつ病、うつ病ですね。あ、はいはいはい、はい。うん。
テンションに波があったりするんですかね。あ、そうです、そうです、そんな感じです。はい。そうですね。近い人にはいないんですけど、はい、昔、同じ職場のコールセンターで仕事してたんですけど、はい、そこの、はいはいはい、社員の人で、ちょっと、うつになりかけで辞めたりした子とかは言いましたね。あー、なるほどですね。そうなんですね。なんか、周りからは結構なんか分かりづらいですよね。多分。確かに。それってどうして分かったんですか？その人が。そうなってるっていうのに。やっぱり病院とかに行って、で、ちょっともう仕事もできないんで、うん、それ辞めちゃった。ああ、なるほど。病院で検査して、はい、そういう診断が下ったので分かりました。はいはいはい。なるほどですね。なんか私も、話してるとなんかそう、鬱っぽくないって言われるんですけど、なんか、うん。そうなんですよね。なんかね、人と話してるときは大丈夫なんですけど、なんか一人になったときが結構、落ち込むことが多くて。なんか責任感とか強い人がなる、結構なりやすいって聞いたことあるんですけど、ね、あー、なんか、そうですよね。よく言いますよね。責任感強いかもしれないし、なんかもうちょっとなんかチャランポランに生きた方がいいのかなみたいな、ちょっと。肩の力を抜いて。はい。その、なんか、いろいろその社労士の人から、その、なんだろう、その、友達とかに書いてもらったの、近日書っていうんですけど、はい、とかも提案されたりしたんですけど、なんか、他になんかこういうのしたら通りそうじゃないみたいなアイディアとかってあったりしますかね。キャンさん何か通りそうなアイディア。一応やったのは、その近日書、友達3人に書いてもらって、その5年間は、服薬も、交通医もしてませんでした。趣味も、ちゃんとゲームセンター行ったりとか、友達と遊びに行ったりとか、ちゃんとなんかしてて、活発に動いてましたとかっていうのと、あと、あれですね、厚生年金の加入履歴、で、ちゃんと、会社に勤めてましたよっていう、履歴を証拠として出したりしてました。うん。やっぱりその会社に勤めてる人数っていうのは結構大きな武器になると思いますけど。はいはい。そうですよね。やっぱり寛解してるっていう証明になるかどうかっていうのは、その社会的な活動してもそういった状態に戻らないのかどうかっていうのも、はい、一種の判断材料になると思うので。はい。今回それを一緒に提出しているのであれば、結構大きな材料になるんじゃないかなっていう、個人的には今思いましたね。うん、うん、うん、うん。これで、私、却下の、3ヶ月後ぐらいに却下ってきたら、多分めちゃくちゃ鬱になるんですけど。そう、なんかそれが今不安で、で、なんか、その3ヶ月って決まってないんですよね、この不服申請の場合は、いつまでに出さなきゃいけないっていうのがないらしいので、極論なんか1年とか待たされてもおかしくないみたいな、あって、うん。うわーって、なんか、結構なんか、うん。精神的にはそれが結構きついですね。なかなかやっぱ先が見えないっていうか、そうですね。しかも待たされて、どっちに転ぶかもわからないっていうのは、不安ですよね。不安なんですよね。一応なんか、今回の、その、近日書の案とかって、なんか、バードっていう、チャット GPT ってわかりますか？はいはいはい。はい。あれみたいなやつに書い、なんか、聞いたんですよ。なんか、今みたいに。そして、そしたら、今の、その友人に書いてもらうのとかがいいとかって言われて。うん、チャット GPT 先生ですね。さまさま。はい、はい。チャット GPT の、なんか Google バージョンみたいな感じですね。Google さんが出してる Bard っていうやつがあります。なんか、もうなんかそれをなんかやったら、社労士いらないんじゃないかってぐらいのなんかアドバイスをもらって。確かに。はい。っていう、なんかすごいなって思いましたね。
たまになんかこのコーナーの、あの話題も、あの、考えてもらってます。ワードが。そういう、何でも使えるんですね。何でも使えますね。なんか、その人に聞いたんですけど、あの、そのチャット GPT みたいな、あの、AI は、なんか答えがないもの、答えが決まってないものが得意らしくて、なんか、そのアイディア出しとか、なんか記事を書くとか、なんかそういうのが得意らしくて、でもなんかそれに、あの、なんだっけな、あの、桃鉄っていうあの、ゲームのツールを作らせようとしたんですよ、私。そしたらなんか全然ポンコツで、あの、全く、なんかプログラミングしてくれたんですけど、なんかやってもなんかバグしか出なくて、なんか、プログラミングはなんかその答えが決まってるものだから、あの、AI としては苦手な分野らしいですね。意外と得意そうですけどね。意外と得意そうですけどね。そう、イメージとしては得意そうだなって私も最初思ったから使ったんですよ。うん、でもなんか、うん。苦手らしいです。まあ、プログラミングを AI が打てるようになれば、アイディアだけでいろんなサービス作れちゃいますからね。ああ、そうですね。そうですね。うん。もゆくゆくはそこに向かうんじゃないかなって僕も思ってるんで、いつか勉強したいなとは思ってるんですけど。ああ、なるほどですね。AI、AI がなんか人間を支配することはありますかみたいな質問投げたんですよ。一回。あの、そういったことはありませんって帰ってきたんですけど、でも、それないように、あの、管理者、その AI を作った人と、その管理する人が、あの、そういう風に向かわないように、あの、調整することが大事。うんうん、で、それを、あの、なんて言うんですか、その危険視しないで、あの、やってると可能性はあるかもしれないみたいな回答でしたね。うん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 、すごく的確な回答だなと思いますね。そうですね、はい。すごい的確でしたね。まあ、世界のやっぱり富豪とか、あの IT のこの、名だたる CEO とかが継承していることと全く同じこと言ってますね。はい、ああ、そうなんですね、はい。なるほど。じゃあもしかしてそれ参考に、なんか情報を取ってきたのかもしれないですね。だと思います。基本的にはネットに転がってるテキストベースでの、あの、判断ってことなので、うんはいはいはい。そういった方々の意見っていうのが強く反映されてるんだろうっていうのは結構想像に難いですね。そう、そのチャット GPT はなんかそうネットの検索ができないらしくて、なんかその人が入れてくらしいんですよね、情報を。でもなんかそのバードさんはあの Google が作ってるので Google 検索ができるから、なんか自分で勝手に検索して、なんかガン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 やれるらしいです。その辺は、なんか、ちょっと恐怖というか、勝手に学習しちゃうんじゃないかっていうのもあるから今まで避けられてた可能性はありますよね。あー、確かにそれはあるかもしれないですね。だから、ちょっと、あれかな、積極的な一歩を踏み出した感じなのかもしれないですね。うん、いや、なんか一番ちょっと怖かったのは、勝手になんかコナミにお問い合わせのメールを送ってたんですよ。確かに怖いですね。なんか私が知らない桃鉄のこと知ってて、それなんで知ってるんですかって聞いたら、なんか、先ほどコナミに、あのメールで問い合わせて、返事が返ってきましたもう。やばって思って。秘書みたいなことしちゃってますね。やってますね。いや、なんか、送る前に一言言ってほしかったなって、ちょっとありましたね。ここでお知らせなんですけど、お時間が残り2分半となりました。はい、2分半ぐらいですか。じゃあ、スタイルをちょっとちょろっと流しながら、あの、締めに入りますか。はい、お願いします。今もう流してます。ああ、ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、じゃあ今日はこんなぐらいで終わりですか。あの、今日も、すいません、なんか私がベラベラ喋っちゃって、早いもので、お時間となってまいりました。はい。今日もあっという間の30分でしたね。あ、トシさんこんばんは。ちょっと YouTube からあの人が一人来てくれました。もう終わっちゃいますけど、また来てください。よかったら。
じゃあ番組に参加してくれた皆様、ありがとうございました。お相手は、男の子系 VTuber の猫丸と、FM 牛のはまだまだできない男、キャプテン中松です。はい、キャプテン中松さんでした。はい、ありがとうございました。それではまた来週同じ時間にお会いしましょう。おつまるー。おつまるお疲れ様でした。お疲れ様でした。こんな形で収録がしばらく続くと思いますので。